皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパルどうもパルパルです。先日はですね、私の動画にたくさんコメントをいただきありがとうございます。今回は性犯罪について、告白した動画のコメントのお返しをさせていただきたいと思います。お返しなんですけれども、すべてコメントはね、ほんと全部読んでるんですよ。全部読んでるんですけど、動画の中でコメントさせていただくのはですね、応援コメントというよりかは、まあ、ご本人が悩んでいらっしゃる方とかですね、そういったものを中心に、なんかまつげにちょっと待ってごめんが。すいません。そういったものを中心にお答えしていきたいと思っております。本当に今私の声のトーンとか聞いてもらってわかると思うんですけど、公表してよかったなと思っています。やっぱりまあまあ皆さん分かっていただけたと思うんですけど、悩んで公表するまでどうしようかどうしようかってずっと悩んでて、公表した後もやっぱり大丈夫だったかなとか思ってたんですね。でもあのまた泣いてしまう。どうせ今日泣くと思って今日化粧しないで撮ってるんですけど、あのそうですね、とても皆さん温かいコメントをたくさんくれて、まあ、400件以上かな、いただいてるんですけど、今の時点で。本当に、もう動画の最後にも言ったんですけど、生きててよかったなっていうふうに、とても思ってます。はい。で、いやー、多分ですね、今回の動画はすごい長くなると思うんで、結構たくさんちゃんと返したくて、まあ、もしかしたら1時間ぐらいになっちゃうんじゃないかとかって思ってるんですけど、ちょっと分割しつつ見ていただいたりとかしていただければ幸いです。それではコメント返しの方に行きたいと思います。まずですね、とてもいい指摘というかことを、私が話したいことをですね、書いていただけた方がおりまして、バニーガールバニーボーイさんという方なんですけど、バニーさんと呼ばせていただきます。長いので。パルパルさんお疲れ様です。今回の動画はタイトルにあるように性犯罪だったので、1週間経って初めて拝見しました。皆様が書いてるような優しい言葉ではないかもしれませんが、パルパルさんに届いたらといいなと思い書きます。で、ちょっと長いので割愛しますが、この方も小学中と、性虐待を受けており、虐待もありと、お母さんを泣きながら待っていたら、告白したけどそんなことあるわけないじゃないと言われて、その夜に、初めてその夜に心が死にましたと。で、この後ですね、パルパルさんのお話を聞いて、初めに性犯罪のタイトルらしからぬ服装にすぐ目が行きました。心の奥深いところがすごく気持ち悪いです。パルパルさんの見た目が気持ち悪いのではありません。きちんと書いていただいてありがとうございます。心の奥深くのところが気持ち悪いのです。その方の露出された服装を選んだのはなぜですか。世の中には変な角度の人間がいることを経験を持ちご存知ではないですか。そのお話をされている目の前でその服装の女性は泣いてるのを見て、また過ちが自分の身に襲いかかったらどうするんですか。どういう気持ちで分かってもらいたい。パルパルさんは泣いてるのに涙一滴。この服装で全てが台無しです。自分を不幸にするようなこと自ら真似書かないようにしてください。読んでいただきありがとうもございました。幸あれ。はい、ということですね。とても素敵なご指摘をいただきました。はい、あのですね、私がまあまずこのタンクトップを着て話した理由なんですけど、端的に言うとわざとです。でなぜ着て話したか、そのわざと着て話したかですねっていうと、告白する前までですね、私は結構自分が女性であるとか、女性に対する、女性って性に対する嫌悪感がかなり強かったんですよ。今滑舌悪かったかな。嫌悪感ですね。嫌悪感がとても強くて、自分でもやっぱりパンツの服装だったりとか、肌をあまり露出しないとか、そういうような格好をしていることが多かったんですね。それってなんでそういう風にしてるかっていうと、やっぱりその、そうやって怖いっていうのもあるんですけども、そういう目で見られるのが。自分の中でその女性であるということをものすごく嫌悪している。私が女性でなければそういった被害に遭わなかったかもしれないとか、だから私が悪いと、女性である私が悪いという意識が私の中に結構あったんですね。そういった意識があったので、まあそういう格好をしていたんですけれども、でも性犯罪が起きたのは私のせいではないんですよ。 100% 100% 私のせいじゃないんです。なので、私が女性の性を嫌悪させられてるんですよね。犯人から。犯人のせいで。
そんな犯人の考えを私の心の中にずっと留めておくっていうのは、もうずっと心の中にその犯人が住んでるようなものなので、もうお前出てけと、いい加減出てけと、いうことですね。で、わざと性的に見られやすい服装をして話しました。指摘して来られる方がいらっしゃるだろうなと思ったんですけども、バニーさんだけだったんですけども、そう、最初に言っておきたかったのが、バニーさんも、お辛い中書いていただいて、それものすごく私も勇気をもらうことなので、ありがとうございます。嬉しいです。本当にそういった犯罪に遭うと、自分を嫌悪する、自分の持ってるものを多分ね、全てを嫌悪するんですよ。その時にそうじゃなかったら、こうじゃなかったらっていうね、だから女性じゃなかったらとか、こういう服着てなかったらどうのこうのとかっていうのが、もうパッパパッパパっていっぱいなんか出てくるんですけど、私がですね、バニーさんに言えることがあるとしたら、今のタンクトップの件に関わらず、例えば他人を見て何かを思う、嫌いだとか気持ち悪いとか何かしら思うっていうことはですね、他人の中に何かがあるから思うんじゃないんですよね。自分の中にそれを嫌悪する気持ちがあるからそう思うんですよ。ということは、それを嫌悪する気持ちが自分の中にある、その気持ちを他人に投影しているから気持ち悪いとか何か感じるのではありませんか、と私は聞いてみたいなと思っております。他人にね、何かしら思う時っていうのは、いつも絶対に自分の中に何かがある時なので、例えば犯罪をされたとか殺されそうになったとか、そういうのだと別の話ですけど、何もないのに他人を嫌悪するとかっていう、何かそういった感じる時っていうのは自分の中に必ず何かあるので、少しそれを、まあ、見つめてというか考えてみていただいたらいいのかなと思いました。それこれだけでなんか結構経ってるぞ時間が経ってるぞ、大丈夫かじゃあ次いきますまた次も長くなりそうなんですけど、ブルーノート1222さんからいただきました。バイク動画のつながりで、たまたま今日初めてこのチャンネルに来たリターンライダーを夢見るおじさんです。この方も、カミングアウトしますね、ということで、10年近く前から病気がちな両親の介護を一人でやっていますと。それは大変です。なのでいつか介護を卒業したら、もう一度バイクに乗って旅をしたいと思ってバイク動画を見ています。素晴らしいですね。もうできるといいですね。本当に両親は寝返りもできない状態ですから、トイレや食事など介護は24時間体制です。仕事から帰宅し2時間程度の仮眠、2時間、はあ、ヘルパーさんと交代し、明け方までトイレ介護、明け方2時間程度仮眠してヘルパーさんと交代し仕事へ。両親2人の介護費用や両親の借金の返済、収入だけでは足りず貯金を切り崩しながら不安でいっぱいですと。で、おしっこやうんこをティッシュ1枚で手づかみすることは慣れましたが、しっかりしていた両親が規制を上げたり少しずつ壊れていく姿は息地獄です。深夜規制を上げる母に布団をかけるときに、このまま布団の襟で首をと頭をよぎったこともあります。私の目が不調で眼科受診すると中期後期に差し掛かった緑内障があり、それも大変ですね。介護ストレスが原因との判断ですね。手術や治療法がなく失明すると内臓の病気もあって手術をしなければいけないと。最後また応援していただいて、そうですね、ぼちぼちでいいと思うので明るい未来に向かって一緒に歩んでいきましょうね、ということですね。ブルーノート1222さん、書いていただいてありがとうございます。介護されている、ご両親を介護されている方はもう私の想像を絶するほどの大変さがあると思うので、お二人のお世話を一人でやられてるっていうことですから、本当に応援しかないです。はい、私のから言えるのは、私は介護をしたこともなければですね、まだそんな体験したことのないものですけども、本当に想像を絶すると思うので、子供の世話だってさ大変なんですよね。なのに大きくなった、しかももともとすごくやっぱね、自分の両親でこう世話してもらって尊敬しててとかっていうことだったとしたら、その両親がね、自分の目の前で大きいっていうか大人の見た目をしながら規制上げたりとかおかしなことするっていうのは、それだけでもすごく心が痛むことだと思いますし、なんとお声かけしていいのかわからないんですけども、私も頑張りますので一緒に頑張っていきましょうと言っていい、そうですね、言いたいですというか、はい、一緒に頑張っていきましょう。
では次いきます。ボーイアイさんかなからです。なんてコメントしていいのかわからないけどコメントしたくてコメント書きます。ありがとうございます。簡単に言葉にはできないと思うし、パルパルの気持ちが痛いほど伝わってきました。私も2児の父なので、つい自分の子供がそんな目に遭ってたらとか、辛い思いしてたらと思うと辛い気持ちになりました。軽々しく大丈夫とは言いづらいですが、頑張れパルパル、負けるなパルパル、今を強く楽しく生きるのが大切だと思います、ということでですね、ありがとうございます。お子様がいらっしゃる方も多分私のこのチャンネルにはたくさん、ね、おられると思うので、本当に性犯罪とかっていうのはですね、子供をまあ対象にした犯罪っていうのは意外と多いんですね。日本でも10人に1人ぐらいは会ってるっていうことでして、で欧米だとまあ 5,6 人に1人女の子ですね。男の子7人に1人ぐらい、女の子4人に1人ぐらいか、そう触っているというデータもありますので、子供がねちょっとなんかお子さんが少しこうおかしいなと、様子がおかしいなっていうことがあったりしたら、なんかまあ優しくねちょっと声をかけていただくとか、普段から子供が何か悩み事を言いやすい環境を作っておくっていうのがすごく大事だと思うんですよ。そのやっぱりうちはそういう環境がなかったので、親には言えないなと思って言わなかったんですね。なのでできるだけ言いやすい環境を整えてあげるといいと思います。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。カブ 501BB さんからいただきました。ありがとうございます。私は男です。初めてパルパルさんの動画がこの動画でした。ごめんなさい、精神障害を患っている私にはとても辛い動画でしたが、なんとか全部見ました。生きていてくれてありがとう。これから明るいパルパルさんの姿を知っていきたいです。何が言いたいかよくわからないですね。すみません。そんなことないですよ。一度きりの人生、なぜあなたがそんな経験をしなければならなかったのか理解に苦しみます。苦しいですね、人生って。そんな自分にも性欲があります。男って最低ですね、本当にごめんなさい、という、投稿いただきました。ありがとうございます。大丈夫ですよそんなすいませんって、大丈夫ですよ、そんな謝らなくて。まあ男にも性欲があります、女にも性欲ありますからね。はい、性欲とかね、そういうなんか男が悪いとか女が悪いとかそういうことをでもないというかですね、まあ、カブさんは精神障害をね患われているってことで、それもすごくお辛いと思うんですけれども、欲求っていうのはね大事にしていいものだと思うんですよ。やっぱりそれが叶った方が人生楽しいですし、楽しいんだけど、それを他人を犠牲にしてまでとか、ないがしろにして他人の人権をそうやってしていいのかっていうと、それはダメですよね、ということであって、普通にというか欲求があるっていうことはいいことだと思います。はい、それを隠そうとか悪いことだとは思わなくていいと思います、全然。はい、私男の人の方が結構好きでというか変な意味じゃないですよ、男性の方が分かりやすいんで好きなんですよ。話してても女の子って察してくれみたいなのあるじゃないですか。それねすっごい苦手で、ああもうダメですダメですね、本当にダメです。だから私は全然その性欲とか別にあるなしっていうのはね、別に何の欲求とか何でもさ、人だから大なり小なり持ってると思うんで、まあそれがね合わない人とは付き合わなければいいだけの話だし、全然そんな悪く思うことはないと思います。ありがとうございます、コメント。じゃあ次行きましょう。久俊鈴木さんからいただきました。メンバーさんです。ありがとうございます。動画拝見しました。言い方悪いけど、レイプ被害イコール人生の汚点だっていう風潮があるし、画面の中のイメージが先走るから、現実との乖離が生まれるのも事実だと思いました。動画で打ち明けて偉いね、すごいねの一言で片付けるような話じゃないけど、うまい言葉が見つかりませんでした。そうですね。レイプ被害とか、まあそうやってまあ犯罪被害ね。まあ特にやっぱり性的な被害ですね。まあ、大きいと思うんですけど、性的な被害に遭うとやっぱりね、すごくこうなんですかね、やっぱり性的なことを言えない文化なのでね、日本がね。外国だとさ、歌とかにさ、歌とかにさすごい出てくるじゃない、性的なことも全然バンバン出てくるんですよ、外国の歌って。日本ってでもそういうのないからさ、最近あいみょんとかがそういう曲出してますけど、いい風潮だと思います、私は。はい、なのでまあそうですね、今もレイプに遭われている方とか、そういった方はやっぱりなかなか言えないとか、もう汚点ね、汚点、汚点っていう言葉について考えちゃうね汚点か、そうか。ちょっと私の中のイメージだと汚点っていう言葉とちょっとイメージは違うんですけど、
まあ周りからそういうふうに汚点と思われるであろうというふうにやっぱりね思ってしまうんですよね、どうしても。だからその辺がこうなんだろうね、やっぱ話がしやすい社会ができてくるといいなと思います。ありがとうございます。すごいいっぱいあるんだよねいっぱい選んじゃった。これも似たようなちょっと書いてありますね。おー、ヤマトさんって読むんでしょうか。コメントありがとうございます。パルパルさん、こう言いにくいことを公言したあなたの勇気すごいと思います。次元に限らず、日本は性に対して隠そうとか汚いとか見せないっていうイメージが強すぎて、まずはこのイメージを変えるところから始めないといけないと思いますが、こういう被害に遭われた時には、すぐ言いやすい世の中にもしていかないといけませんね。体だけじゃなく一人の人間の人生に多大な傷を与えてしまう身勝手な犯人は絶対に許してはいけないし、他にも起きないように抑止力も働かせないといけない。この犯人はあなたが悩んでる時も、のほほんと暮らしていることと思います。本当に許せない。性犯罪の厳罰化を切に願います。個人的には、去勢手術でもさせたいですね。と。いうことですね。この、いろいろとですね、なんか、この中で言いたいことが何件かあるんですけど、まずは、やっぱり、日本はその性に対して隠したいと。いうところが多いということですね。そう、さっきさ、性欲がすいませんって言われてた方がいらっしゃると思うんですけど、その時にちょっとそう言わなかったんですけど、私はですね、そのだから要はまあ性欲があってですね、例えば、風俗とか風俗産業っていうのがあると思うんですけど、私はね、そういうものはすごくあった方がいいと思うんですよ。よくそういうの嫌悪される方とかいらっしゃると思うんですけども、やっぱり必要だと思うんですよね、欲求の吐き口。だってお腹空いたらご飯食べれるレストランがあるでしょっていうことよ。それと同じなんだよ。多分性欲が湧いたらそれを解決できる場所があるといいということなんですよね。でもただ問題に見えるのがその商品が人間なんですよね。付属産業って商品が人間であるっていうところが、まあ、問題というかそうですね、多分問題に見えてしまうところだと思うんですけど、そうだな、風俗産業で働いてる方って結構自分自身のコンプレックスとかいろいろ解消するために働いてる方もいらっしゃるので、まあ、なんとも言えないんですけど、だから本当性欲とかも悪いとも思わないし、そういう風俗産業とかみたいなので働いてる方とか、風俗産業自体も別にその悪いと思わないんで、もっとバンバンね表に出していいようにしていけばいいと思うんですよ。だってそうすればそのそういうさ、ところで働いてる人たちもさ、生きやすいわけじゃない。で、そういうね、マイノリティが生きやすいってことは、他のマイノリティも生きやすくなるんですよ。ね、やっぱね、マイノリティが多ければ多いほど、いろんなマイノリティの人が生きにくくなる。その嫌悪ってどこから来るのって感じじゃない？だって、その自分には関係ないわけじゃん。その人たちが何の仕事をして何を、どうやって稼ごうがさ、何も関係ないんだよ。何も関係ないのに、何か嫌悪して責めるって、どういうことって思うじゃん。例えばそういうのを提供するのが、体提供しただけでお前仕事得れていいなみたいな思ってるのっていうさ、なんかそういう風にしか思えないよね。だからね、その何か文句を言う人たちについては。全然、そういうやっぱね、性的なこととか、表立って話していけるようにした方がいいと思いますよ。YouTube もやっぱりその性コンテンツとか厳しいんだけど、それ絶対良くないからね、隠すのって。全然良くないよ。隠した方がだってな。どんどんどうせ裏でさ、いろいろ出てくるんだからね。まああとそのね、厳罰化についてなんですけど、そういうね、まあ例えばそういう犯罪者は生きる価値がないとかっていう思想が、発想がね、あると思うんですけど、Twitter に書いたんですけど、そもそも生きる価値という発想そのものが、優生思想に神話が、性が高いと。で、死すべき悪というのが存在するという完全懲悪主義も、自分は生きる価値がないという自傷的自己愛も、障害者は生きる価値がないという発想も全部地続きであるっていう言葉があってですね、そうなんですよその生きる価値があるかないかというのを他人を判断するということは、自分もその枠の中で判断されるっていうことになるので、まあその枠の中に入りたいか入りたくないかといえば、私は入りたくないなというふうに思って生きております。はい、なんか外暗くなってきたな外暗くなってきちゃった。今の話題って結構なんか哲学的なところがあるんで、別にいいんですよ。それ私の意見を肯定しろとか否定しろとかではなくて、そういう意見もありますよということです。はい、じゃあ次行きましょう。コメントありがとうございました。さて次、全然あるんだよね。やばいこれ。1時間でも終わんないかもしれない。
ジコーさんかな、ジアイコーさんかな、はい、からいただきました。ありがとうございます。勇気ある告白に尊敬します。僕にも忘れたい過去があり、思い出したくないのに頭から離れないので、苦しく、自己嫌悪と後悔から死にたいと思ったこともあります。周囲の人に言えずにいます。そんな僕の今一番の癒しがパルパルさんの動画を見ることです。警察に捕まった時の替え歌なんて最高でした。ありがとう。過去のことは消せないですけど、明るい未来を作っていくことはできます。僕も前を向いて生きていくので、パルパルさんも生きてください。応援しています。休憩も取ってください。はい、ということでありがとうございます。残酷なポリスですねあれね、歌詞良かったでしょ。あれ自分で歌詞作ったの忘れたいけど忘れられない過去っていうのはね、たくさんありますよね。私の話なんですけど、例えばまあ恋愛の話とかね、すごいね、もう自分のこと否定してくる最悪な彼氏とかと付き合ってたことあるんですけど、まあそういう人にだとしても、その人に合った意味っていうのが私の人生の中でね、なんか あるんですよ実際。だからって別にそのジコさんのその悪い思い出もそういう風だって言うわけじゃないんですよ、決して。でも私の中では全部こう点があって、で今があるっていうか、じゃない、その点が線でつながってくるんですよ。でそのもうすっごいもうバチクソモラハラ彼氏だったんだけど、もう怒鳴ったりとかしてきてさ、なんかお前が悪いみたいなこと言ってきてさ、悪くないわ私みたいななんだけど、でもその人がねいなかったらね、私多分今 YouTube やってないんですよ、とかそういうのとかね、こうあるので、なんか私の場合はですけど、まあ切り替えるとはちょっと違うんだけど、そういった考えでいます。はい、全てが全てね、そうでもない、分かんない、どうだろう。でもまあその性犯罪の件も、まあそれに合わなかったら、まあ私がこういう性格にならなくて、今 YouTube もやってないだろうし、何やってるか分かんないあったと思うんで、いいこととは言わないですけど、全くで犯人はそりゃ嫌ですけども、憎いですけども、ずっとそれのことばっかり考えて生きてるっていうことは、私の心の中にずっと犯人を住まわせておくっていうことなので、それは嫌だなと私は思っている次第です。コメントありがとうございます。次いきます。ジンタテナシさん、いつもありがとうございます。この今使ってる照明もはですね、タテナシさんにいただいたやつです。ありがとうございます。パルパルさんになって声かけたらいいか分かんないのですが、自分はパルパルさんが大好きです。たとえそれがどんなパルパルさんでもです。昔も今も勇気あるあなたが本当に素敵だと思います。パルパルさんほどではないですが、自分にも人には言えない虐待の過去がありますが、共に自分を大切にしていきましょう。これからもずっとパルパルさんを応援していきます。ありがとうございます。たてなしさんね、いつも丁寧に言葉を本当選んでいただいてですね、応援していただけているので、もうありがとうございますとかしか言いようがないですねはい、私もね、虐待みたいな、本当虐待ですね。あれ、両親は虐待だと思ってないんですけど、はい、虐待ですありました。もうそう、それをねずっとまあ考え続けてきたわけですけど、まあいい、そうだな、まあ全てはね、今があればこそ言えるということなんですけど、うんはい、とにかくありがとうございます。次いきます。けんちゃん、小野さん、パル姉さん、あなたの他人への優しさに感動させてもらったよ。ありがとうございます。コメント本当に、もうこれね、さっき選びながら見てて泣いちゃった、これ見てて今泣かないのかって話なんだけど、やっぱね、優しさというか、その優しくしたいと思ってても、今までは変な方向に行ってたんですよ。それが他人の言うことを断れないとかでね、そうやって出てきてたんだけど、このほんと動画を撮ってものすごくその部分が変わって、要求してきたけど私ができないことはちゃんとダメだって、嫌だって言うとか、もうガラッと本当にね180度変わりましたとか言って、目がかゆい、ちょっと待って、目がかゆい、はい、180度変わりましたとかよく言うんですけど、本当に変わりました、本当に変わりました本当に変わった、もう本当に変わったから、うん、変わりましたそれしか言ってないなんかね、私ツイッターにはちょろちょろ書いてるんですけど、10月ね、今人生楽しくていろいろあるんですよ。いろいろ今ちょっとやってて、他の人の YouTube をちょっと手伝ったりとか、
いろいろやってて、なんか前髪が大じゃない？いろいろやってて、そうすごい今とてもすごく楽しいので、そうですね。これからも人には優しくしていきたいと思います。ありがとうございます。Mac36 さんからいただきました、動画の視聴歴は長いのですが何分鈍化なものでまさかの告白に衝撃を受けております、今後人の弱みにつけ込む卑劣な者どもからのコメント接触があるかもしれません。どうぞお気をつけください、私はあなたのファンでいられることを誇りに思います。何もできませんがメンバーの末席に加えさせていただきました。応援しています。雨に取り憑かれた男より、雨に取り憑かれた男どういうことでしょう。コメントありがとうございます。とメンバーさんにもなっていただいてありがとうございます。本当にこの結構500件近くコメントいただいたんですけど、この動画に、その変な人が来たのは、3件くらいかな、4件とか消したの、そのぐらいでした。本当みんな優しくてありがたい、ありがたいです。はい、じゃあ本当コメントもメンバーになっていただいたのもありがとうございます、今後とも見ていただけると嬉しいです。次いきます。元ジョジョさんからいただきました、I put off watching this video for a bit pretty much because I,、my Japanese is not good enough。 自分の、まあ、英語はそんなに日本語はそんなに上手くないけど、まあ分かったよと、タイトル見て、まあ、オープンにできてよかったですねという意味です。ちょこちょこね、英語の外国の方からもコメントいただくんで、ちょっと選んで返させていただこうかなと思ったんですけども、Thank you for your support, and thank you for your understanding. I'm okay now, and I'm so happy now because I raise my voice and people.Understand that is really great and wonderful. It is a great, really, 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 really great for me. And thank you for your every comment. Next.はい、次です、メンバーさんからですね、パワーコーヒーさんありがとうございます、ずっと辛い気持ちを留めていたんですね。勇気を出してくれて話してありがとうございます、生きていてくれてありがとう。岸根流自分もありました。どこへ行ってもいじめられ孤独感を感じて夜が怖くなったり朝が来なければいいのにとか、薬の無茶飲みもあったし直近を自死でなくしたのも重なっています、仕事がうまくいかなかったのも発達障害のだとせいで、だと検査で分かりました、それをどのようにして人に伝えたらいいのかと、会社にどう話したらいいのかと聞いて入れていただけるだろうかと、悩みは常につきまといます。今後他人に嫌な発言やコメントされた際は我慢しないで、嫌なこと嫌だとはっきり伝えた方がいいと思いますよ。そうですね、コメントありがとうございます。発達障害系のね、悩みっていうのは結構最近増えてきていると思うんですけども、まあ、私もね似たようなもんっていうか、あんまりそんななんかあっけらかんって言っちゃうとちょっとなんかおいおいとか思われそうですけど、私個人的にはですね、協調性ゼロを売りにしてるので、なんでだろうな、まあ、会社とかで働くとなると、やはり、まあ、そういった協調性とか他人とのね、こう、調和みたいなのを気にしなければならないと思いますので、伝えるのはね、とても、勇気がいるというか、ことだと思うんですけども、そうですね。まだ伝えられていないのであれば、自分のことだってとりあえずは言わないで、ADHD とか発達障害についての話を会社で誰かに振ってみて、それで、いい反応が得られた方にちょっと言ってみるとかっていうのもありかもしれないですね。ただし、その話を振った時にいい反応が得られたからといって自分の話をした時にいい反応してくれるとは限らないので、あくまでも期待はせずに話をしてみるっていう方がいいかもしれないですね。私もね、やっぱね、分かってもらいたいとか分かってもらおうみたいな気持ち、分かってほしいみたいな気持ちがとても強かったので、他人にやっぱり期待してる気持ちが強かったんですね。でも分かってくれない人は分かってくれないんですよね。何を言っても。通じ合わない人は通じ合わないんで、通じ合わない人と通じ合おうってする努力をするんだったら、一旦その場を離れて、
見るといいのかなと思います。コメントありがとうございます。次いきます。次、R ヒロさんからいただきました。ありがとうございます。辛い話ですね。私もっていうか、私は15年前に妻が自殺しました。未だに立ち直っていないような気がします。でも生きています。死ぬことも考えました。だからじゃないですが、境遇は違いますが、頑張って生きていきましょう。頑張りましょう、本当に。いやー、そんなね、奥様が自殺されたとかいうのはどうしようと思いますね、自分だったら。言葉にできないっていうのはね、まさにこういう時だと思います、本当に。でも言葉にすると人って不思議とそれがこう浄化されていくというか、そういう作用がありますんで、そうですね、もしまだ悩まれているようであれば、いいカウンセラーさんのところへ行かれてみてはいかがでしょうか。コメントありがとうございます。次いきます。C. 秋夫さんからいただきました。誰にも相談できず一人で悩んでくることがありますと。僕の取った行動によって一つの家族が崩壊してしまったのです。原因は通勤電車の中で5時のチャイムが鳴ったすいません、読み続きますね。原因は通勤電車の中で痴漢を発見して、その犯人を捕まえたことが起因になります。そこまで美談になるかもしれませんが、僕の正義の行動で、犯人家族をむちゃくちゃにしてしまったことです。その犯人の男性には家族があり、大学生になるお子様もいました。この事件により男性は会社を解雇され、家族もバラバラになってしまったと。そんな時、その後ですね、女性2人が僕に近づいてきて、いきなり凶器を持った手で殴りかかってきました。幸い大きな怪我には至らなかったのですが、その女性たちは捕まえた犯人の奥さんと娘さんですと。で、事件後、引っ越すことになり、娘さんも大学を辞める羽目になったと。なので、その行動で家族を変えてしまったということに、震えが止まらなかったということですね。怖くて、自分はそれほどの人間なのだろうかと、誰にも相談できず自問自答してしまう今日この頃です。正しいことをしたはずなのに、ずっとこのまま誰かに恨みを買ったままこの先暮らし続けていけるんだろうかと不安にもなりますと。そうですね、確かに被害者の方には非常に感謝されているのですが、片方でずっと恨みを買うことの怖さに震えています。そうですね、辛いことを書いていただいてありがとうございます。今日ね、ちょっと早口なんですけど、すいませんねいっぱい読むから早口で喋ろう喋ろうと思って、すごい早口なの。これは私の主観で言っていいですか。私の主観で言って良いですか。私の主観で言っていいですか。あのですね、私の主観で言うと、椎明夫さんは何にも悪くありません。何にも悪くない。これは 100% 家族と子供もいるのに痴漢をした男性が悪いです。はい。で、私がね、もし痴漢のその被害者で助けていただいて、まあだから例えば私がその性犯罪をされている最中に助けていただいたりしたら、もう感謝しかないですよ。感謝しかない。本当に。もう悪いのはその人なんですよ。その奥さんと子供はちょっと矛先を間違えすぎです。まあ、見てないと思いますけど、もしそれを、された奥さん、子供、痴漢の旦那さん、もし見ていたら、悪いのはあなたたちなので、助けたね、人を、攻撃するのはやめましょう。はい。はい、椎明夫さんありがとうございます。次いきます。サーさんって読むんですかね。ありがとうございます。トラウマはあります。モラハラの家庭で育った自分は、人生の折り返し地点を過ぎても、まだ悩まされていますと。人に、その人にしかわからない、その辛さはね、わかるわかるって言われてもわからないだろうと。でも寄り添うことはできるし、こうして寄り添ってくれる人がたくさんいるから、パルパルちゃんはそれを忘れちゃいけないよ。強く生きましょう、死んだらいかんよということで、ありがとうございます。メンバーさんもね、なっていただいててありがとうございます。そうですね、私のモラハラっていうか、まあ虐待の家だし、彼氏もすごいモラハラと付き合ったことあるんですけど、まあもしその辛さを解消したいということであれば、私もその性犯罪の時に行ったんですけど、その自助グループというものに、行かれてみたらいいと思います。やっぱりね、実際に会ったことのない人は分かんないですよ、その辛さというかね。うん、でもなんだろうね、そのコメントにも書いてくれてる方いらっしゃったんですけど、やっぱこう痛み分けというか、それをね、
誰かと共有するっていうことはできるので、分かってもらおうとか分かってもらえたっていうよりかは、私はあの動画を出して話せたっていうことがすごい、あのすごい進歩なんですよ。よかったの、本当に話せた、そこなんです。だからぜひね、そのあまり気負いせずに、その話せたっていうだけでもだいぶ変わると思いますんで、話せる場所に行ってみてはいかがでしょうか。コメントありがとうございます。次いきます。白影さんからいただきました。告白したことによって少しでも解放されればいいのですが、実は私の娘も19歳の時に仕事の帰りに、自転車から帰る時尾行されてマンションの駐輪場で襲われましたと。夜中の12時過ぎていたのでベッドに入っていたんですが、泣きじゃくりながら帰ってきたので飛び起きて話を聞いて駐輪場まで走りましたが、当然いるわけもありませんと。警察に電話して夜明け頃まで事情聴取や現場検証など署に行って被害届と。娘は33歳ですが、今まで男性と付き合いは一切ありません。表面上気にしている素振りはありませんが、やはりパラパラさんのようにトラウマが残っているんですかね、ということでいただきました。そうですね、残っていると思われます。まあ私はその娘さんではないので、あくまでも私からの印象です。印象というか、まあ、私自身の話でお話しさせていただくと、やはり残っていたので、そうだな、これはとても辛いですね。いや19歳ってまだまだ若いというかね、そんな世間も知らないし、その中でね、やっぱそういうことされたっていうのは相当怖いことだと思うので、まだそうですね、まあ、私が言えることがあるとしたら、自助グループに行くかカウンセリングのに行くかという、どちらかですね。本当にその犯人からね、強制的に負わされた傷を自分で回復させるために自分でお金を払ってそういうところに行くわけですから、なんか畜生と思いますけど、まあでも自分のためにはなると思いますので、もし娘さんがそういうの行ける状況であればね、なんかおすすめしていただけるとちょっといいかなと思います。コメントありがとうございます。次です。スター3754649さん、メンバーさんです。ありがとうございます。自分の弟は20代でビルから飛び降り自死しています。誰かに自分の気持ちを打ち明けていれば行動に移すことはなかったでしょう。それを聞いてあげられなかった、聞く環境を作ってあげられなかった私たち家族もとても悔やみました。だからね、こうして自分の心の中をあなたを慕って見に来る我々視聴者に打ち明けたことは良かったと思います。今日からパルパルの心の苦しみを私たちも共有していきます。だから一緒に行きましょうね。ここにいるみんなはあなたをずっと見守っていますよ、っていうことですね。そう、ほんとね、このコメントだけで泣いたんじゃなくて、ほんともう全部のコメント見て私ね泣いたんですよ。あんまり別に言いたくないんだけど、ほんとにもうみんなね、温かいコメントをくれて、もう私は嬉しかった。そうですね、この自分のね身内がやっぱり自殺されるっていうのはすごく辛いことだと思います。ね、知らない人でもやっぱそうやって芸能人の方とか、例えば見て普段見てた方が自殺されるっていうのも相当辛いので、やっぱりね、自分の一部がなくなった感じっていうか、なぜ私はなんかこう何もできなかったのかっていう思いは本当にここにも書かれていますけど強いと思うので、まあ、弟さんもね、なんかまあ安直に私が安易にそうやってコメントすることはできないのでね、これに関して。そうですね、でもスターさんはスターさんの人生を歩んでいっていただけるといいのかな、どうなんだろう。なかなか難しいんですけど、コメントが。でもしっかり私の方には届いてますんで、ありがとうございます。次いきます。太鼓朝日さんからいただきました。ありがとうございます。パルパルさん、時々動画拝見してます。聞いててくれてありがとう。ありがとう。私は10代の頃キャンプをしている時、50代くらいの男性から寝ている間に被害を受けたことがあります。パルパルさんと同じく何もできずしばらく誰も話しませんでした。
まあその後はこう児童のこう性犯罪についてということを書かれているんですけども、そうですね、まあ児童性犯罪についてはね語り出すと止まらなくなるんで、もし機会があったらまた別の動画で話そうかなと思うんですけど、このねキャンプをしてる時っていうのもね本当辛かったと思います。言えないのよ、言いたいんだけど言いたい、いや何ね、もう言いたいとかそういうレベルじゃないんだよね、そんなこと考えてないと思う。何だったんだみたいな感じだった、なんでなんだみたいな感じだったと思う。ずっとそれがずっとこの頭の後ろにあった感じかな、私の場合は。ね、話してくれて本当にありがとうございます。ちょっと話それるけど、キャンプで行くとさ、私もだからキャンプ行きたいんですよ、バイクで一人でさ。でも絶対危ないでしょ、一人で行くの絶対危ないよね。だからちょっと行けないなと思って行ってない誰かキャンプ行こうぜ、すいません、なんか誰かキャンプ行こうぜって話それちゃったけど、はい、児童性犯罪については本当にもういろいろね外国でも多々あるので話したいなと思います。せっかく告白したので、コメントありがとうございます。はい、次いきます。助けワンハートさん、パルパルさん、もし辛くなってもうダメになって命を捨てるなら俺に拾わせてくれ。おいーおいーやばい、近づきすぎるとシミが見える化粧してないからイケメンすぎだろTT さんからいただきました、ありがとうございます。加害者よりも被害者の方が、なんかバッシングを受ける社会の風潮は絶対におかしい。私の場合は軽い被害でしたが、18歳から精神疾患を患っていると、動画を見て勇気づけられました、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます、本当に。いや、軽いとか重いとかまあね、程度ありますけどないですよ。うん、あるけどない、あるけどないんだよ、これは。やっぱ心の何かされた時とか何か言われた時の心の傷とか感じ方とかって人によって千差万別なので、それは TT さんの基準で全然いいと思います。そんな軽いとか思わなくても、ぜひね、これからも、辛いこともね生きてると多いですけども、面白いことも楽しいこともきっとあるので、きっとあるので、はい、私は本当告白して今いろいろやっててすごく楽しいなと思うので、ぜひぜひ TT さんもね、人生これから少しずつでも楽しいなと思っていくことをいろいろやっていっていただけたらと思います、ありがとうございます。なんかすごい時間経ってきちゃったはい、次 YS アダさんからです。パルパルさん、いつもベトナムから拝見してます、すごい、私ベトナム料理大好きです、今回の行動大変尊敬しました。全く知らない他人からコメントしても何の慰めにもなりませんが、そんなことないです、全く、ずっと前から反旗演していてコメントしたこともありませんでしたが、今回、コメントを書かずにいられなくなりましたと、途中話さなくてもいいよなんて思いましたが、芸能界の事例を例にして世の中おかしくなってると体験した人の力になりたいと、死にたいと思うことがあっても周りの人に支えられて感謝の気持ち、自分を鼓舞する気持ち、いろんな思いが伝わってきましたと、嬉しいです、60手前のおっちゃんでバイクの免許もありませんが、パルパルさんに出会い帰国したおっちゃんのライダーになることが目標になりました。いろんな人に勇気を希望を与えていると思います、ありがとうございます、これからも頑張ってくださいと、ありがとうございます。はい、周りの人に支えられている感謝の気持ちや自分を鼓舞する気持ちといろんな思いが伝わってきましたということは、まあ嬉しいですね、素直に。なんか後半私泣きに入ってるな泣きに入ってるな、もう外がめっちゃ暗くなっちゃった次いきます。甘辛ゆうじらいさんからいただきました、このお話をしてくれてありがとうございますと、ありがとうございます、こちらこそ、離婚調停がこれから始まります。調停になった理由はいろいろありますが、子供2人と暮らしています。下の子が母親から殺されると思うほどの目で見られたことと、勝手に出て行ったことで捨てられたと怖い記憶を今でも持っています、10月2日の朝も怖い夢を見たと言ってきたので、何の夢と聞いたらママに殺されるような夢を見たと、パパが助けに来てくれたということで言ってましたと、夢が出てってもう3ヶ月なのにまだこんな夢を見るのがどうのかと胸が痛くなります。
パルパルさんの明るい面は過去の体験を作ってきたのかと思いました。明るい人ほど辛いことを切り抜けた人というのは思っていたのですが、このような体験は私の今後の人生の中の一つのテーマしたいと思いました。考えられさせられました。ありがとうございます。ありがとうございます。書いていただいて、甘辛ゆじらいさんでも、初期の頃から見ていただいて、視聴者さんですね。はい。そうですね。皆さんやっぱ、いろいろ、ね、ありますね、本当に。そうだな、私はどの視点でお話をすればいいんだろう、これは。子供の視点なのか、甘辛さんの視点なのか、そうですね。まあ、奥さんの視点は別にいいと思うんですけど。そうだな、まあ私の視点でもいいかな。まあそうですね。最後の部分だけ触れると、私はね、ご本人でもないし、奥様でもないので、お子様でもないので、想定でしか話ができないので、そこの部分は触れないんですけども、最後の部分を触れさせていただくと、私自身のお話で言うとですね、そうですね。まあ今もね、ネクラな部分はあるんだけど、基本的に陰キャだし、部分はあるんですけど、でも、そういうなんか事件とかあったのは、まあ、今に生きてるなと、辛い経験もね、あると思います。辛い経験も今に生きてるなということは思います。結構、はい。なので、まあそのね、渦中にいるときはそんなこと全く思えないんですよ。全く思えないんですけど、まあ、今こうやってやれてるのもね、その時の経験があって、で、それで、なおかつ、皆様視聴者さんがね、私にそういう場を与えてくれて、今があるということなので、私の中でそう思っているので、ものすごく、なんだろう、枷にもなったし、糧にもなったなと思いますね。はい。ありがとうございます。次行きます。イーグルさんからいただきました。ありがとうございます。小学生の頃に性的ないじめを受けたことがありました。男なので受けた被害は違いますが、当時死のうとも思いました。包丁で死のうと思ったり、なんで自分がと思っていましたが、ここ数年で他の人の被害を防げたと思うようになりました。自分じゃない人が被害に遭うより、自分が被害に遭った方がいいのではないかと、いじめに遭った頃から自分は言いたいことを言えず、誰にも相談できずごめんが人生で、一番喋った言葉でまともに生活ができなくて、今でも毎日思い出します。思い出さない日はありません。辛いけど過去は変わらず、一人で夜な夜な声を殺しながら泣いてぼーっとしました。そのせいで今友達も少なく充実した生活は送れていません。そんな中、バイク女子チャンネルをはじめとした元ブログを見て元気をもらいました。ネットに逃げ込んで夜中にコメントを残すような人になってしまいました。でも、前向きに生きようと思います。いつもパルパルさんツイッター拝見してます。最後の名前も同じなので、わかると思います。陰ながら失礼しました。一視聴者より、スマホの画面を涙で濡らしながらコメントしている自分が小さく見えてしまいました。コメントありがとうございます。率直な印象を言っていいですか？そんなに自分のことを卑下しなくて、大丈夫だぞ大丈夫だぞ、そんな、いいんだぞ、スマホの画面を涙で濡らしながらコメントしていいんだぞ。私なんて毎日泣いてますよ。毎日、歌とか聴きながら。最近ね、あいみょんの裸の心っていう曲が好きなんですけど、いいんですよ。裸の心抱えて、みたいな曲なんですけど、すごいいいの。まあ、聞いてみてください。よかったら、泣いてください。そして。いいんですよ、泣いて。いいんですよ。そうですね。他人の被害を防げた。まあ、そうだな。イーグルさんがそう思われているのであれば別に私は何とも言うことはないんですけど、その考え改めろとか全く思わないんですけど、それでいいと思うんですけど、被害を防げた。被害を防げたか。そうだなぁ。そう考えて自分は幸せですか？と聞いてもいいですか？そう考えて自分が幸せになるんだったらそう考えていいと思うんですけど。いいというか、そういう判断はしたくないんですけど。判断するつもりはないし、断言するつもりはないんですけど、自分、この考え方をしたら、捉え方をしたら、
自分は幸せだなっていうような捉え方をされた方がいいかなと思います。はい、自分のためになるんじゃないかなと私は思います。私はね。はい、コメントありがとうございます。次いきます。ゴッドゥーザ様さんからいただきました。ありがとうございます。男として情けなく感じるよう、よく生きてきてくれたと思う。でなければこうして YouTube で君と出会えなかっただろう。僕も自殺願望があるんだ。数年前に病気が原因で離婚した娘もいたんだけど一人になっちまった、今も病気で苦しみながら仕事を頑張っている。一人で生きていくのも限界を感じる時もあるんだ。この動画を見て少しでも頑張ろうと思う。パルパルも一人じゃないぞ。トンネルは必ず終わりがある。共に生きていこう。コメントありがとうございます。そうですね、 YouTube ってね、不思議なのよ。私ね、どこに書いたんだっけ、あ、コミュニティに書いたんだけど、YouTube 始めた頃よりも、あの動画を、告白動画をアップした後の方が、3割増しってその時書いたけどね、5割増しぐらいでコメント読むのとか楽しくなってるの。あのね、なんかね、すごく、なんだろう。まあ、片方しか顔は見えてないし、まあ、片方は文字だしっていうことなんだけど、やっぱ普通のさ、なんかこう、ツイッターとかなんかより、なんか心の交流ができる気がするんですよね。すごいコミュニケーションが取れてる感じがするから、あのコメントを読むとすごくなんか、こう、コミュニケーション取れてる感じがして、私は楽しいんですよ。なので、ぜひね、これからも、そういう、なんだろう、YouTube というか、そういうの楽しみにしながらね、生きていっていただければと思いますし、私もそうやってね、楽しさを提供できればいいなと思っております。ありがとうございます。次いきます。ちゃんまんさんからいただきました。ありがとうございます。パルパルありがとう。勇気あるカミングアウト。俺はこの内容を見た時すぐ見れんかった。俺は20年前一番信頼していた人にとんでもない裏切りをされて、未だに人間不信とトラウマ、自殺願望があって、その日のうちに動画見れんかった。ごめんね。いえいえ、そんなことないよ。でもパルパルが勇気を出してくれて、まあ、話をできして、前にちょっと進めそう。パルパル来てくれてありがとう。リスナーみんなパルパル大好きで本当にありがとうね。こちらこそありがとうございます。私もみんな大好きよ大好きよ。本当になんかね、なんか大事な人とか言うとさ、ネットだしなんか何なのって感じだけど、そう、みんな私を構成する一部ですよ。本当皆さんは本当に今となってはね。だからね、そう、人間にね、裏切られたりとかも、私もここを直近でね、いろいろありましたけど、でもまあ、そのことがなければ会ってない人とかも今いたりもするのでと捉えています。私はね、本当いつもコメントしていただいたりね、動画見ていただいてるっていうだけで、私の中ではとても皆さんありがたい存在なので、本当にありがとうございます。次いきます。ティアラの日常さんからいただきました。ありがとうございます。辛い過去があったんですね。勇気を持って話してくれてありがとうございます。いえいえ、聞いてくれてありがとうございます。本当、自分も小さな頃からいじめにあっていて、家でも父と母は毎日喧嘩をしており、うちもそうです。父親が自分や弟祖母まで当たって暴力を振るってきていました。ひどい時は革ベルトで背中から血が出るほど打ちつけられ、男性怖くて初めての男性にちょっと距離を置いてしまいます。祖母はフォークで足をえぐられたことがあり、一応警察を呼び相談したのですが、父親は警察をうまく丸め込んでしまい、警察は頼れなくなりました。警察はね、マジ頼りにならないね。いつもそう、何があってもそうはい、自分はパニック障害と躁鬱を持ってます。社会人になって会社で上司のパワハラで労働局に助け求めたんですけど、何も助けてもらえず、それは大変ですね。自殺を考え毎日でした。今は大手保険会社の社員として働いていますが、すごいじゃないですか。営業所の方々は大変いい方々でよくしてもらえるのですが、本社からノルマでプレッシャーをかけられ、試験が1ヶ月に1度、大変だな寝る間もなく自殺を考える毎日。自分の命より大事なものはないので、寝ましょう。仕事よりも自分の命の方が大事なので、多分ね、こんなね、言ってできることじゃないと思うんですよ。言ってできることだともやってると思うんだけど、本当にそうだと思います。自分が自殺したら大好きな営業所の方々に迷惑をかけてしまうと思って自殺せずにいられますと。もう営業所の方々がいなかったら多分自分はこの世にいなかったと思います。私もですね、視聴者さんたちがいなかったらこの世にいなかったと思います。本当にそう思う。
視聴者さんもそうだし、あとまあみんなね、やっぱ周りの支えてくれる人とかたくさんいるんですよ。その話をするきっかけになった人とか、その前々からずっと一緒に頑張ってくれたカウンセラーさんとかたくさんいるので、そうですね、本当にもう皆さん、もう本当ティアラの日常さんも、もう本当動画を見てくれてるだけで私はありがたいです。本当にもう一人じゃない、本当一人じゃない、はい、一人じゃないよ、お互い頑張りましょう。ありがとうございます。はい、次です。長山のぞみさん、私もあります、もうすぐ死ぬ予定です、生きていたくない。そうですね、まあずっと私もまあ生きていたくないとか、私が生きてる意味は何なんだろうとか、毎日毎日毎日思ってねいましたよこんななんかパッパパッパ話してるけどさ、今これをね言語化したりとかできるようになるまでっていうのは本当時間かかったし、まあそれもねやっぱり話をしなきゃいけない、まあ、職業というか YouTube だから、本当鍛えられて、すごい本当にやっぱね見ていただいてる皆さんには本当にありがたいと思ってるんですよ、その場をね。やっぱり私がおしゃべりとかあんまりできない頃から見てくれてたので、皆さんすごいありがたいんです、もう大好き本当に。なんでそのね、大好きな皆さんなので、できれば死なないでほしい私は。あなたの意見は尊重します、本当尊重するので、死にたかったら、どうしても死にたかったら、あなたの思い通りにしたらいいと思う。でも私は死んでほしくないなと思います。ありがとうございました。次いきます。次、にゃんこライダーさんからいただきました。昔彼女がそうでした、気にしてないよって意味で、そんなの関係ないって言ったのが気に障ったらしく振られましたけど、でも今のあなたが好きだって伝えるのが難しかったことを思い出します。いい男だな。あのね、これを後悔してるだけでも素晴らしいと思います。はい、本当に素晴らしいと思います。こんな後悔しない人もいっぱいいると思うし、本当にわからないからっていうね、不運みたいな人もいっぱいいるんで、もう本当それだけで十分だと思います。もうはい、そのね、振られたとかあったと思いますけど、もういい男だと思う。ありがとう。で、本当にその話題に触れるのって多分難しくて、触れ方って難しいんですよ。あんま触れても欲しくないし、触れないで欲しくもないっていう複雑な心境なんですけど、やっぱできれば彼氏とかには分かってほしいよね。だからあれかもしれない、なんか言葉がもし苦手なんだったら、言葉のやり取りが、男性ってさ、どっちかっていうとおしゃべりしない方も多いから苦手だっていうことも多いじゃない。だから苦手なんだったら、僕はそういう風な言葉をね、うまく言葉を選ぶのが苦手なんだけど、君の言ってることは聞きたいし、思ってることは共有してほしいから、ぜひ僕に話してほしいとか、何かできることはないですかみたいな聞き方だといいと思いますね。はい、次いきます。ペンギンさんからいただきました。日本は本当に性犯罪に甘すぎますね。自分のいとこが、小4で同じようなことにあったことがありますと。いとこに声をかけたら、まあそういうふうにされたということで、言ったということですね。で、まあ、犯人もこの場合は、捕まったということですね。本当に良かったですね、捕まったのは。いとこも中2になり、久々に会いに行って飛びついてきたあの子と泣きながらお礼を入れた時は自分も泣きました。そうですね、こうやって人のね、話せる場があると楽になるんですよ。で、無理だけはせず、また素敵な笑顔を見れたら一ファンとしてとても嬉しいです。動画をいとこに見せたら、泣きながら生きていてよかったと言っていました。自分には辛さを 100% 理解するのは不可能ですが、無理だけはしないでくださいと。そうですね、ペンギンさん素晴らしいことをしたと思います。本当に素晴らしい、ペンギンさん素晴らしいことをされたと思います。ね、見せていただいたということで、そのいとこさんにもね、嬉しいですね。ね、一人でもこうやって同じような目に遭った人がね、なんかこれからも生きたいなと、ちょっとでも生きようかなと思ってもらえたらね、本当嬉しいなと思って動画を撮ってた部分もあるので、
まあ、こういうコメントをいただけたということは本当にね、私の方もとても嬉しいです。ありがとうございます。次いきます。1時間以上撮ってるな高木進藤さんです。ありがとうございます。パルパルさん、僕は耳がよく聞こえませんだから一人で遊んでるのがいい。聞き返すのが、相手が怒り出したり面倒だからいい加減に返事したりしています。でもはっきり聞こえないからもう一度言ってって言えばいいのに、顔つきや言葉遣いを聞いているともういいやって思ってしまいます。人にはわからないことってあるんだと思います。何を言ってるのかわからなくなってきたけど、パルパルさんを助けたいと思いまして生きてください。ありがとうございます。まあ、私は私なんで私の話しかできないので、私の場合はと言いますと、私のね、あくまでも主観で思いますけど、そういうこうなんて言うんだろうな、嫌な反応しかしない人とは付き合わない方がいいと思います。マジで本当に私ね、友達がほとんどいなくて、韓国人の女の子の友達が、1人ぐらいなんですよ。で、その子はですね、もともと日本に来た時あんまり日本語上手じゃなかったんですね。で、なんだけど別に私彼女が日本語上手じゃないからっておかしな態度をしたことはないと思います。なので今も友達なので、はい、なんだろうな、だからそういうね、別に耳聞こえなくても普通にというか丁寧に接してくれる方はいると思いますので、自分がね、そうやって耳が聞こえないから悪いとか思わずに、それは相手が悪いので、相手が悪いっていうか、いい悪いじゃなくて、そういうふうにしか反応できない人なんですよね。で、そういうふうにしか反応できない人と付き合いたいか付き合いたくないかって言ったら、もう私はね、付き合いたくないと断言できるようになったので、今は。なので、そういったね、優しい方を見つけられたらいいと思います。ありがとうございます。佐藤さんってことかな?からいただきました。ありがとうございます。10年ぐらい前に住んでるとこから1キロ弱の公園のトイレで親の目を盗んで小学校4年生の女の子を襲われましたと。その子は無理やり、入れられて、性器を損傷したと。生涯子供が産めなくなってしまったということですね。僕は自殺を考えたことがありますと。だからね、たくさんあるんですよ。本当にあるの、こういう事件は。本当にあります、皆さん。なので、何かね、怪しい人を見かけたとか思ったら、例えば、なんかあの子も、なんかあの子ない、ちょっと様子が変だとか、まあ、恐れずに声をかけて見てあげてください。子供の場合は。で、なんだ、それが大人で挙動不審の場合も、迷わず声かけないで、声かけると危ないかもしれないから、警察に怪しい人がいますって言って通報したらいいと思います。すぐ来てくれるんで一応。職務質問されたりとか、警察来たらその場から一応その人は逃げるので、うん。通報しましょう。どんどん。ありがとうございます。西野七瀬推しさんからいただきました。ありがとうございます。自分にも幼少の頃に命に関わるようなことがあって辛いのを抱えたまま生きてました。私の場合、友人たちに恵まれて誤った方向に行かずに済みましたと。で、私のね、配信も勇気のいることだったということで言ってくださってます。そうですね、本当にね、子供の頃のね、命に関わることっていうのは辛いことですよね。ね、お友達に恵まれたっていうことで、まあ良かったと言っていいのか分かりませんけども、その友達も自分で選択したことだと思うんですよ。その人と友達になるとか友達でいるっていうの、それを選択できた西野さんは、ものすごく強い方なんだなと思います。ありがとうございます。いきます。武田哲夫さんからいただきました。ありがとうございます。うちの妹も似たような感じで、性以外ではなく暴力の方ですが、見てる方も辛かったです。カイリット PDS って言葉、 PTSD って言葉初めて聞きました。パルパルさん一番頑張ってるから、これ以上頑張れと言えない、でも先を見ていこう。よく話せたと思う。偉い、すごい勇気が出てね、強くなってますよ。俺リスナーの一人だけど、俺ができることがあったらしてあげたいです。ありがとうございます。本当に本当ね、被害に遭うっていうのは辛いんですよ。辛いんですよ。それしか言えないよ。はい。もういつも支えていただいてね、武田さんのメンバーさんにもなっていただいて本当ありがとうございます。もうこれからも見ていただけると嬉しいです。私も頑張ります。次行きます。畠山さくらさん、モテないから抵抗できない子供に手を出す気持ちはわかる。ほう、素直だな、随分。
あー、まあ正直私には全くわからない。はい。モテるモテないはさ、モテないからとかって理由にしてる時点でモテないんですよ。モテない君はモテないやつなんだよってことなんだよ。モテる努力をしろって話なの。それをしないで、こうね、短絡的な考えで子供に手を出してるわけでしょ。抵抗できない、頭いかれてるからね。わかるとかね、わかるまでは、まあ言うのは別に自由だけど、あのね、モテたいんだったら努力しろ、それしかない。以上。はい、最後、斉藤隆さん、斉藤修二さんって読むんでしょうか。ありがとうございます。生きていてくれてありがとう。本当にありがとう、皆さん見てくれてはい、ということで、この辺でですね、ちょっと長くなったし、なんかすごいライトで汗かいてこの辺で皆さんのコメントへの返信を終わりにしたいと思います。別に今回紹介されなかった方がのコメントがダメとかそういうのではなくて、本当に全部読んで全部で泣いてるんで私は。はい、単に今回は結構ね、そのご本人の方に何かあった方とかっていうコメントを抜粋して主にご紹介してお返事したので、またね、今後ちょっとできればいただいたコメントに文章でね返信をしていきたいなと思っておりますので、どうかこれごとも見ていただけると嬉しいです。本当に私は今回これを公表して良かったなと思ってるので、良くなかったと思ってることはね、微塵もない。なぜならね、プライベートでも喋れるんです、これで公表してたことによって。私が性犯罪にあったんだよって言えるの、すごいんだよ。もうそれって、世界が変わりました。はい、それは皆さんがだからこういう場を提供してくれたおかげです。本当にありがとうございます。もう心からありがとうございます。もうこんなにね、人に感謝したことないかもしれないっていうぐらいはい、というわけで、よかったらチャンネル登録と高評価とコメントの方、まあ多分今ね、ここまで見てくれてる方もしてくれてると思うんですけど、ほとんどね、いただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。